フォアスイングアウト。ライオン先発松本渡るです。前回はオリックス打線7対1、見逃しの三振です。ここへというホームラン1本です。しかしここは外いっぱいのボール、見逃しの三振でした。インハイはここは見逃し三振です。マリーンズ三振はこの見逃し落としてきた。大きく曲がる変化球でした。三振でツーアウトです。フォーク6番サードストライク、見逃しの三振です。この回も回の先頭は三振。9番センター、まあ逆に最後は変化球で空振りを奪います。ランナーは二塁そのまま、三振です。一球を待っているか、空振り三振。ここは148キロストレート、松本のストレートにかけなか、バットが空を切ります。マリーンズここもランナー、左バッターはどのボールを狙うのかって感じですよね、今のボールですよね。あ、そうですね、キレがあります。134キロポランコ三振です。ここはえなく三振、また回の先頭は三振、点差まで詰められます。打ち上げた、風2メートル、ショート、レフト、センター、ショートの小玉が最後まで打球の行方目を離しませんでした。スリーアウト。しかし岡に第7号のソロホームラン出ています。4対1、ライオンズリード、3点に変わりました。